今からですね、名車再生4の方、ロードスターですね、こちらの方のリペア心境状況を、職人トムさんに解説していただきます。どうもこんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。名車再生ですね、はい、今回4の方、ロードスターの方を担当しているトム職人に、はい、今やってることを解説いただこうと。はい、はい、今何してるんですか。今はロードスターのシートの張り替えをの作業をしているところなんですけど、はい、実はこれロードスターのシートじゃないんですよ。あ、そうなんですか。これはあの AZ1 の、あ、懐かしいな、ね、シートで、はい、で、もともと純正がロードスターのやつついてたんですけど、社長乗ってた時にこれに入れ替えて、はい、で、今回はこれを張り替えてリフレッシュしようと、はいはい、おー、なかなかないですね。 AZ1、 あのガルウィングのやつですよね。そうです、そうです。あんな合うんですね、シートで。やったかな、ちょっと名前ど忘れしてしまったんですけど、はい、ちょうどね、あの限定モデルのやつで、ロードスターの、うん、で、このシートが使われてるんです。あ、そうなんですね。スピード、名前忘れましょう、はい、で、それに使われてるシートで、で、思ったよりも 在庫というか、物が出なかった、はい、で、それをAZ1 で流用されているっていうシート、うん、はい、ね、で今回はそれの張り替えを。なるほど。今目の前にある生地とかがその張り替える。そうです、そうです。今から張り替えに使う生地ですね、はい、こう、ま、これは真ん中にあるんですけど、真ん中でこう切って、で外側はちょっとこの紺色のような布生地なんですけど、はい、布生地でこう切って外側をこれで見えてる、青く見えてるところを、はい、こっちの布生地で、はい、で、この黒の真ん中のセンターのところを、はい、このグレーの合皮を使って仕上げる、はい、綺麗になりそうですね。そうですね、スカッとすると。これなんか生地を選ぶなんか理由とかなんかあるんですか。合皮の部分と使い分けるとか。わあ、一番は色の使い方というか、内装自体が今紺色と黒のツートンなんですけど、で実はここ真ん中を今黒で着てると思うんですけど、ほんまここを黒で行く予定やったんですけど、ちょっとここに高周波を使った合皮があるので、グレーの、で合皮をここに使おうと。なるいうことで、デザイン性をちょっと変えて今回はやろうかなという。ひとひねり、ね、そうですね。本当にあのワンオフのシートを作っているような感覚なんですね。そうですね。これは何でも可能なんですか。強いて言うなら、誰かがこの色、はい、この生地で例えば赤にしていったら、トムさんやったらできるってことですよね。あの張り替える時代、生地を変えるだけなので、はい、あのできるかできないかで言うとできます。できる。ただできないとか大変なことって教えてもらっていいですか。大変なことっていうと、やっぱりこう形が残ってる場合であればいいんですけど、うん、例えば裂けてたりとか、中ウレタンが、そうそう、中が崩れてしまってもう原型がちょっと整っていないものであるというのであれば、まず下地をやり替えてから型取りをしないと、うん、癖がどん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 ついていくんで、はい、このまんまの状態で取ると新しく生地取ってもシワが寄ったりとかいう原因にもなるので、うん、なるほど、そこは調節をしながら、はい、なるほど、型を取り直したりっていうことはあったりしますね。じゃあ、 あの名車再生だけやって、こう手間暇かけて、そうですね、1台ずつ1個ずつ作り上げるってことですよね。1個ずつ。それはスカッとするのをまたね、見れたらと思います。じゃあまた完成後ぜひ撮らせてもらえれば。そうですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。こうやって位置に絡めて取っていくんですよ。なるほどね。背もたれ、これ一部品ずつなんですね、パーツが。そうですね、こんなに。背もたれ、ね、肩取ってきたのか。あ、これ一個ずつ、こう、これを貼り合わせていく、縫い合わせていくんですね。縫い合わせていく。うわ、大変やな。
作業を今やってます。なるほど、こんなにパーツがいっぱいあるんですね。要は生地一つに。そうですね、なるほど。これ原型、ありがとうございます。